何を調べる？鈴木さんとかじゃなくて、もう何でもいいです。何でもいいですけど。競合になってくれるのはヤリスクロス。ああ、やっぱヤリスクロスなんですね。いいですか、ナスさん。なんか、すいません。あ、ありがとうございます。すいません。え、キキさん、助手席の方、ちょっと待ってください。これ、ドアノブのメッキは、これは標準で？標準で。標準で？はい。かっこいいな。グレードがワングレードになっておりますので、全てのグレードで、まあ、はいはいはい、シートやこのパネルの質感だったりするってところはもう標準装備っていう。え、結構質感高くないですか？いやいやいや、いいっすよ。びっくりびっくりした。え、すごいかっこいいけど、でこの値段って、あ、ちょっと値段がまだこの発売前で出てないんですけども、ちょっと今お渡しできるものあるんで、ちょっとご用意してくださいね。エアコンはシングルエアコンなんでね。ああ、そうですね、シングルで、チーがついてて、ついてる、うん、USB が A だ、 USB A が1個と、うん、え、ダウンヒルアシストついてる。あ、本当だ。スノーモード、スポーツモードで、パーキングブレーキが電動で、シートヒーターついて、本当だ。え、ヘッドアップディスプレイもついてますよ、これ。あー、ほんとだ。え、すごい。これアラウンドビューなのかな、ビューボタン。オンにしちゃダメなの、聞いてみよう。あ、すいません。あ、ありがとうございます。この車で車両本体が162万9千あ、本当にヤリスクロスと同じぐらいなんだ。そうですね。え、これってあれですか、もう全方位ですか。あ、そうです。全方位モニターがついておりますので、この標準、標準でついております。ナビは何、何インチですか、これ。あれ9インチになります。9インチで標準。そうですね。え、ヤリスクロスより低いよ。これも込みでの金額というか、オプションでじゃなくてついてるから。あ、なるほど。逆にこうオーディオレスとかにして好きなのをつけるみたいなのができないっていう形にはなっちゃう。これがついてきちゃうっていう感じになるんで。ああ、でも今みんなこうですもんね。まあそういう感じは増えてきてはいますね。で、これヘッドアップディスプレイもついてる。あ、そうですか。ウィーンってことで出てきて、標準で、標準で、そうですね。スピードが今なってるだよなんていうの。で、ハンドルも皮巻きで。そうですね。え、なんかめちゃめちゃ良くないですか。納期って、秋がちょっと今読みづらいとこがあって、10月16日から発売になるんですけれども、まあ、先行注文が思ったよりかなり入っておりまして。ですよね。場合によっては本当に半年とか自分みたいに1年とかってなっちゃう可能性もあってですね。これはハイブリッドはついてるんですか。あ、そうす、あのマイルドハイブリッド、ハイブリッドもついてる。そうですね、あれと同じですよね、クロスビーとね。おっしゃる通りです。へえ、嘘でしょ。嘘でしょってちょっとなりますね。ヘッドアップディスプレイは標準で、質感めちゃめちゃいいですよ。いいですか。あ、どうぞぜひ。質感もいいですね。え、多少なんかゆったり感は出してるとね、あの、そう、広い、広いし、あ、広いっすね。ドアパネルもちゃんと合皮、うんうん、そうですね、合皮ですね。合皮がついてるんですね。はい、で、USB が二口、後ろは。そうですね、それも。A が二口。うん、膝前も拳、全然僕のポジションで 1.5 入ります、うん。頭も当たらない。
で、コンビは合皮のコンビなんですか、これ。あ、そうですね。へぇ、これも、なんかアップグレードのとかじゃなくて、もう標準で。あ、ごめんなさい、これがちょっと分かりづらいですけど、こっちについてるんですよね。こっちなの、みんなこっちに座っちゃうんですけど。へぇ、これは電動にはできない。そうです、手動に。うん、まあまあでもコンパクトな感じですよ。うん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 、トノカバーを取って、シートは倒せる。そうですね、倒れる。フラットな感じ。ちょっとダンスが。ちょっとモコッとはしちゃうんですけど。あ、うんうん、はいはいはい。これはちなみに流行りの海外生産ですか。そうですね、インドで。あ、インドで作ってやってまして、で自動ブレーキとかナビとかそういう部分は国内で作って、はいはいはい、殺されるっていう。え、でもちょっとほぼほぼフラットで。でもほぼフラット、うん、ほぼフラット、なんか段差ができる感じじゃない。うん、全然です。すごいな。へえ、かっこいいぞ。ホイールベース投げ、後ろまでパッツンですよ。ちゃんと走りそう。え、すげえ。ね、なんか多分ホイールベースがちょっと長いかな。長い長い。うん。その分広いんじゃん。そうだそうだ。小回りが逆にあれなの。うん、そうですね。安定性はありますけど。あ、すいません。4.8 メーターですね。あ、え？あ、じゃあハンドルが切れる、ね、切れるってことっすね。え、すごい。こんだけホイールベースあって 4.8？ うん。え、すごいすごい。エルスクロスより ちっちゃく回るんですね。え、すごい。1500cc の。そうですよ。燃費って。燃費がカタログ数値19っていうところ。19。あ、でも。実際。19、17。16ぐらい、15、16ぐらいぐらいなんですかね。その辺がちょっとじゃ弱いか。うんうんうん、燃費がね。そうですね、最近のいいやつは20ぐらい出るんでね。へえ、ヘッドライトこの下ですよね。そうですね、下の辺って上がデイライト。へえ、あ、ほんで色もオレンジとかありますよ。わ、本当だ、かわいい。今のちょっと追加でですね、9月からはこのシルバーと白のお色の単色のツートンじゃないのも、追加でという予定に、うん、値段ってツートンと。あ、ツートンの方ですと、約6万ですね、ちょっと高くはなって。はいはいはい。あ、じゃあツートンにするとオプションになる。そうですね。でこの色の中でも、ツートンの中でもさらに白は3万アップ。うん、パールね。そうですね、パールで。え、もうめちゃめちゃびっくりするぐらい強い。いや、そら売れるな、これ。ちなみに先行っていつから受けてたんですか。1月1日からですね。あ、そうなんですね。もうじゃあ、この間だ。そうですね。でも、いっぱい入ってる。最後ちょっと試乗してみたいとかって方も多くいらっしゃるんですけど、入れちゃえっていう方も。そうですよね、試乗とかって言ってたら多分来年になっちゃいますよね。あ、まあ、によってはそうなんですよね。ちょっと読みづらいとこがあってかなり遅れちゃうかもっていうとこは。ヤリスクロス注文まだできないし、ね、うーん、エンジンルームなんか結構ゆとりのある感じで、スカスカですね。軽そう。整備性もいいんだ。うん、そうですね、いじりやすいと言いますか、うんうんうん、はい、衝突安全性もいいんだ。うんうんうん、これ、アルミが 16 でございます。うんうんうん、はい、アルミもワンサイズ。そうなんですよね、設定はこれだけっていう。なんか最近の流行りな感じですね。もうあんまりグレードガチャガチャ、うん、え、いいっすよね、わかりやすくて。びっくりした。びっくりでした。本当にびっくりした。すごい、実すごい、いいっしょ。めちゃめちゃいいっすね。ありがとうございます。
見にしてよかったじゃん。よかった。すごい。ディーラーの方ですか。あ、そうですそうです。すごい、全然。すいません、なんかちょっと遠いんで。今日午前中から東京の方、いろんなところから、いろんなところから関東で一番早く入るようなっていうところで。見たとこだけだったんですよ。いいっすね。いや、すごいな。見積もりっていただいてもいいですか。あ、そうそうそう、これ一緒に入れさせていただいて。あ、すみません、じゃあこちらも一緒にじゃ、はい、失礼いたします。ありがとうございます。はい、え？ってなりますよね。え、何よ、え、そうなんだ。そう、でもびっくりですよ。ちょっと言葉を選ばずに言うと、期待してこなかった。穴時ですね。そうあのすごいびっくりした。何日か前こう入ってみてもいいじゃないかとは私自身も思いました。いや、実は今リアリスクロス注文してるんですよ。あ、入れてる。はい、めっちゃ伸びてて、うん、今の指定問題でいつになるか分かんないんですよね、今のとこ。未定っていう感じになっちゃう。そうなんですよ。なるほどなるほど。いや、この感じだったら別にキャンセルしない。揺れますね。じゃあ実際すごい仲いい。9日に佐野で見れるんですか。そうですね、金曜日に。はい、あ、じゃあ9日にあれだな、娘と。あれはちょっと見ていただくと、あと今こっちでありだなって思ってたけど、逆に女の子なんで見ないと、はい、いいって言わない。うーん、なるほど。8日に頼んだら10月、11月ぐらいってなんとかなるんですか。きりあれなんですけどね。けど今の段階でしたら近いところには年内にはなんとかなるかなと思うんですよね。納期と格好で問題なければ、ちょっと未定なんでね。いや、全然いいっすよ。下がヘッドライト？ん？下がヘッドライト？下がヘッドライトですって。へぇ、いや、全然いいっすよね。面白い、かっこいい。いいっすね、これ。うん、いい。すげえな。ちょっと、あれかもしれない。ちょっと、ね、出てきましたね。佐野だったら近いから。廊下に佐野で見せて。結構ボリュームありますね。いや、ボリューム見てるから、ね、見える。そうそう、うん、大きく見えるけど、サイズってどんなんだろう。一応3番バーサイズがしまして、横幅が、横幅が、そうですね、うん、こんなね、書いてないんだ。これ書いてない。今日は持ってまして、1765。そうですね。うん、あ、でも同じぐらいだ、本当に。本当同じぐらいだ。角いからボリュームあるように見えるんですね。だから見切り多分いいっすよ、これ運転席から。へえ、いや、ちょっといい、うん、これはかっこいいな、ありだな。まあ、エンジンは似たような感じって考えれば、うん、うん、そうですね。そしたら全然走りますよ。そうっすよね、うん。293号で来たんですけど、はい、結構あれもね、うんうん、普通に 山、うん、全然山越えてくるのも、はい、うん、全然走る。そっか、なかったから。多分同じ感じで 1500cc って考えてる。うんうん、全然、全然大丈夫。遅くないと思います。ターボはつかなくなっちゃうんですけど、ただ排気量上がって同じぐらいの、ね、はいはいはい。税金も一緒だし、同じ排気量やりす、うんうん、あ、そうですね、そうですね。燃費がいいって言うのに、燃費がいいっていうところがあるから。あ、そうですね、そうですね。あ、すみません、なんか持たせちゃった。あ、いやいや、とんでもない、とんでもないです。すみません。行ってみますか、じゃあ。行きましょう、行きましょう。なんか、あれ書かなきゃ。あ、そうだそうだ。あ、私申しますので。すいません。じゃあ、ありがとうございます。こちらこそ。すいません。
頂戴します。片手で失礼します。とんでもないです。ありがとうございます。お土産持ってってください。お土産、あの、あれを書かないとですよね。最後のアンケート。あ、そうだそうだ。すみません、あれだけじゃ。あ、すみません。あ、これいただけるんですか。すみません。車に持ってきますか。本当ですか。なん見ただけなんですけど。大丈夫です。すみません。あらあらあら。タンブラーと。すごい、やったわ。トイレットペーパーと。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、音声でのお届けいかがでしたかね。すみません、ね。いや。まさか現地に来るまでね、うん、NG だと思ってなかったんですか。そうですね、そうですね。しっかりカメラの準備をしてきたんですけど。どうです。いや、あのね、私びっくりしたというか、正直期待してなかったんですよ。俺もびっくりするぐらい期待をいい意味で裏切る車が出てきて。いや、ほんとそう。質感含めてめちゃめちゃ良かった。びっくりした。なんだろう、まず内装、うんうんうん、がまあフェイクレザーというかね、合皮ではあったんですけど、うんうん、まあそこはね、ヤリスクロスも同じだけど、コンビシートで。うん。で、しかも色もワントーンじゃなくてツートーン。そうなんですよね。ワインレッドみたいなね、うん、色のシートでしたけど。やばいっすね。作りもいいし、高級感というか、しっかりしてましたね。いや、ちょっと。びっくりしたですね。あの、うん、価格の割にすごくよく作られてるなっていう。うんうん、本当にめちゃめちゃいい。まあ、一応発売前だからっていうことで撮影 NG だったんですけど、うんうんうん、そうです。これどうなんだろうね、あの、他に行っても NG なのかな。メーカー方針なんですかって聞いたら、まあまあみたいな、ちょっと、うんうんうん、ちょっとグレーな感じの返事だったから、うんうんうん、もしかしたら他だと店、ね、他のディーラーさんだと、ね、撮ってもいいって、うん、やるかもしれない、言われるかもしれないんですけどね。なんですけど、まあまあ今の時期はね、欲しかった。とりあえず展示が、そうですね、そうですね、うん、あの車を、展示で回してるって言ってたんで、ね、あれしかないって言ってましたね。ないっていうことでね、はい、取れなくて。まあでも僕の目にはしっかり焼き付かれてるんですけど。いやー、すごい良かった。びっくりした。値段もね、値段ちょっと聞いて驚きましたね。ヤリスクロスと同じぐらいなんですよね。うんうんうん。標準でも全部ついてるからね。そうですね、そうですね、うん、車両本体若干ね、20万ぐらい高かったですか。うん、ヤリスクロスの Z よりも20万ぐらいちょっと高い、うん、290何万円というお値段で、うんうんうん、なんですけど、装備がもう標準でね、全部ついてましたね。ヘッドアップディスプレイも標準、うん、ナビも標準で9インチ、はい、うん、いや、すごいっすよ。全部ついてるんですよ。ついてましたね。ただパワーバックドアはついてないってことで、うんうん、そうですね、うん、その辺がね、ちょっとつけるのもできないっていうことだったんで、うんうんうん、そうですね。まあ、そういう超高級装備をね、もし求めてるんだとしたら、うん、ちょっと足んないかもしれないけど、うん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 、でもね、いやー、でも必要十分というか、あの価格であれって出てきたら、うん、全然いいねってなりますね。びっくりした。いや、やばかったですね。普通に良かった、うん、ということで、いかがでしたでしょうかと。いかがでしたでしょうかも何も、復帰一発目で絵がないっていう。そうですね、うん、復帰一発目で絵がないはなかなか、ね、ごめんなさい。ちょっと声だけで楽しんでください。僕ちょっと若干イケボって言われてるんで、うん、そうですね、そうですね、うん、イケボですよ。そこでね、ちょっと楽しんでいただいてね、楽しんでください、うん、本当ごめんなさい。あの、なんかちょっと他のディーラーさんもあるんで、もし言われたらちょっと面白そうな車乗ってみたいなと思ってますけど、うん、そうですね、はい、栃木なんでね、ちょっとナンバーアウェイなんで、そう、あんまり相手にしてもらえないかもしれないっていう。そうっすね、うん、ただ鈴木さん本当にね、あの、ナンバーアウェイなんですけど、すごくよくしていただいて、うんうんうん、いや本当しっかり説明もいただいて、ね、しっかりした対応いただいてよかったです、はい、ちょっとあの撮影、写真も NG っていうことなんで写真も NG でしたね。写真もなくて本当申し訳ないです。これもう、はい、なんか別にキックボが悪い、評判が悪いとかじゃなくて、もう絶対的にね、うん、もう撮影 NG ってもう車にね書いてましたね。書いてました、うん、そこに撮影 NG の札が出てましたね。はい。鈴木の広報さんね、OK した方がいいですよ。宣伝になるんで。そうですね。いい車ですから。いやいや、ほんとほんと、自信があればこそ、ね、うん、どんどん出していった方がいいはずですよ。絶対見せた方がいいですよ。うん、と思いますけども。いや、って思うぐらいいい車でしたよね。うん。うん。よかったよかった。ということでございます。はい。はい。はい、ということで、ちょっとカタログと見積もりは、うん、後ほど、この後どうぞ。はい。
最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。